こんにちは、レイセンです。今日は9月28日月曜日になります。絶食897日目フルーツ&ヨーグルト実験は8日目です。天気は晴れ、現在時刻は午後1時50分ってところです。今日も最初にゴールデンキウイでフレッシュジュース作って、あとは自家製のカスピカイ豆乳ヨーグルトですね。で、在庫がある限り、まあ、2日ぐらいかけてグリーン豆芽使ってなくしていこうと思っています。今日もフレッシュジュース作っていきます。ゴールデンキウイ4個で 467g です。450ですね。あと水、これ長良の名水を500とヨーグルト、はい、自家製のカスピカイ豆乳ヨーグルトを、これも500だね。これで500ぐらいでしょ、うん、やっぱあれだな、丁寧に作った方がちょっと質はいいな。うん、なんで常温に戻してからだね。有機豆乳と種菌のヨーグルトと容器は常温に戻してから仕込み始める、うん、でストーブにもあんまり近くに当てすぎないようにして、ゆっくりね、ゆっくり作っていく方がいいな。あとは発酵時間だね。発酵時間は今半日だけど、それを1日とか1日半2日とかちょっと伸ばしてやってみたらどんな感じになるのかをまた見てみたいので、まあその辺の実験も今後やっていこうと思っています。ちょっと買い出し行ってきます。次入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、メラク有機豆乳を250、香辛料も入れていきます。粉唐辛子9回で、七味9回で、ブラックペッパー9回2回目のフレッシュジュース作っていきます。みかん三重南紀の2缶4個で 324g です。これまあ皮ごと入れようかなと思うんで、ちょっと長めに、うん、30秒ぐらいか。320ですね。したら取ってきます。水がなかったので水追加で入れていきます。田原の名水を500、全部飲んだら1000ミリだけど、うん、次入れていきます。グリーンスムージーを250、有機豆乳250、香辛料も入れていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250と有機豆乳250、香辛料はなしでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250で、有機豆乳250、香辛料なしでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250
有機豆乳250。次入れていきます。グリーンスムージーを250。もうお腹はいっぱいなんだけどね、有機豆乳250。まだちょっと寝る前にゆっくりしたいっていう、そんだけなんだけど、もう寝なきゃいかんのだけどな。もうじき3時だね。グリーンスムージー250、有機豆乳250、ちょうどかな、ちょうどだね。おはようございます。今午後1時3分ですね。まあ1時ジャストってことで計測入っていきます。ベスト測っていきます。正面、側面、背中、67ですね。血圧106-75です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間6時間半ほどとっています。午前4時から7時までの3時間と7時半から11時までの3時間半、合わせて6時間半です。まあ適当なんでまた確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午後1時半ごろ計測で30度、湿度は 27% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 1750ml、 豆乳も同じく 1750ml、 果物ジュースは0、果汁1回目ゴールデンキウイ4個 467g で 450ml で、2回目三重県のみかん4個324g で 320ml、 合わせて 791g で 770ml ですね。なんで 0.8kg で 770 です。ヨーグルトは自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、これを 500ml で、水ながらの名水、これを 1000ml ですね、取ってます。でターメリック入り塩水は今日はなしです、0。合計が 5770ml、水1000、塩水0のため、実質は 4770ml です。なので今日は 4.77L 絶食ですね。増えちゃったね。みかん取ってても今日は結構飲んじゃってたんだよな。で、塩抜きマウスは0、ターメリックも0、香辛料は2回入れています。尿回数16回出てて、濃さは平均的、薄め、完全無色、量は平均的、少し多い時がありました。大便が今日1回出てます。午後1時55分頃、色黄土色、中太バナナ状30センチ、プラスソフトクリーム状で50ミリくらい、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。で、おなら時々ありで、匂いは少しありからなしですね。まあね、夜から夜中にかけては少しあったんだよ。ただ少しあったといってもね、臭くはないっていうかな、普通のおならの臭い匂いじゃなくて、もっとね、かなりマシな匂いっていうのかな。臭くはないけど匂うっていうか。で、ちょっとだけ匂うっていう感じですね。少しなんか微妙になんか漂ってくるけど、臭いおならじゃないっていうところです。なんかね、形容しがたいんだよな。おならのあの嫌な匂いってのかな、くさーっていう嫌な匂いではない、あれとは全く別物って考えた方がいいね。で、翌朝だね、翌朝に出たおならは臭くなかった。
匂いこうやって嗅いだけど臭くなかった、ほぼ匂いなしって言っていいけど、なんか微妙になんかかすかにあるかなっていうのはあったけどね、まあほぼほぼこれはなしでいいだろうってとこです。なんで今日はまあ匂い少しありからなしで臭くはないってところです。まあ、臭いっていう表現で大体あの嫌な匂いに対して使うもんで、なんか嫌な匂いではないからまあ臭くはないってとこですね。今日の計測時刻は午後1時頃に計測しています。昨日と変化はなし、同じ時間に測っています。体重 57.65kg、 昨日に比べて 0.2 キロ の増加です。なんで体重ちょっと上がっています。 BMI 18.2 でプラス 0.1、 体脂肪率は 12.4% で 1.4% の増加です。だから今日は体重はまあちょこっと上がってるだけなんだけど、体脂肪率はゴーンと上がってんだよね。 1.4% ってかなりでかいからで、考えられるものとしてはもうみかんしかないんだよな。うん、皮付きのみかんだね。で、皮も割とあれ油分含んでるもんで、おいで体脂肪率増えたのかなっていうか、まあここぐらいしか考えられないよね。いつもあと同じもん取ってるわけだから。で、やっぱあの果物はちょっと太りやすいっていう話もあるけど、まあその辺もあったんじゃないかな、このみかんね。皮取ってたらもうちょっと体脂肪率は緩やかだったと思うんだけどな。血圧106-75、最高血圧-4、最低血圧+1。まあ、血圧はそう変わってないです。脈拍72で -1、ウエスト 67.0 で5ミリの増加です。で、今日の気づき。まあ、今日はね、ちょっとなんか風邪気味だったんで、今でもちょっとなんか頭がなんか少し重いっていうか、じんわりとしてる感じなんだけどね。あの、風邪の時の症状っていうのかな、が今日はあったんだよ。あれ風邪ひいてる状態だなっていうね。だけどもう薬を飲まない、まあ、風邪薬を飲まないようにして長くいると、もう風邪ひいても普段レベルでいられるようになるもんで、なんだわ、最初しんどいけどね慣れるまでが、前も話した通りで、風邪薬やめて最初に風邪ひいた時はかなりひどいんだわ。もうあの布団から出られないぐらいなんだけど、で2回目はね、少し楽になるんだよ、1回目よりもね。で3回目はさらにもっと楽になるんだよ。そうやってだんだん楽になっていって、どうだろう、5回目か6回目ぐらいにはもう普段レベルっていうのかなになるんだよね。風邪ひいてもね、これ風邪ひいたなっていうのは分かるんだよ。分かるんだけど、しんどくならないっていうのかな、普段レベルでいられるっていうのかな。ただしあの炭酸飲料だね。炭酸飲料飲むと風邪ひいた時にひどく出る。なので炭酸を飲まない方がいいな。炭酸をやめた方がいい。まあそんなところです。なんで今日も風邪ちょっとひいたんだけど、まあ普段レベルでいられたってとこですね。まあ割と涼しくなってきて、窓開けて全開でね。でペラペラの毛布一枚で寝てるもんで。まあその辺が影響したんじゃないかなと思ってます。大体症状出るとね、歯とかね、あと頭がちょっと重くなったり、体全体のだるさとかさ、そういうまああの風邪の時のね、よく知ってる症状がまあ出るっていうところです。そんな感じですね。まあその辺は関係ないと思うけどな、今日も体脂肪率の増加にはね。でまあみかんを今日は取ってる。まあそろそろさすがに取らないと、あのシワができ始めてたもんで、まあ鮮度がなくなっちゃうっていうかね。でやっぱね、皮付きのみかんもうあのフレッシュジュースにするの今日も取ったんだけど、やっぱね割ときついっていうかね、取れなくはないけど、人にはやっぱ勧められないかなっていうところです。ただ慣れてきそうな感じはあるけどね。なんだろう、あの独特の苦味があるんだわ。ただやっぱ皮付きだもんで体脂肪率こんだけ増えたんじゃないかなっていうのは間違いないと思うですね。今後みかん一応ね、極早生のみかんが10月から出荷っていう風な情報があったもんで、なのでやっぱみかんはあれだな、10月からだな、10月からまあ夏入るまでってとこだね。春終わるまでの間だけみかんが取れる。
まあ、あとはキウイでやるってとこですけど、まあ、みかんもね正直いらないかなって今思ってる。そんなエネルギー取れないっていうか、キウイの方がはるかに高いし美味しいもんで、で値段もみかんは割と高いんで、まあキウイよりは安いかな、でも、グラムで言ったらね。だけど、エネルギー的にあんまり取れないもんで、そうみかんは買う気になんないんだよね。あと手間もあるんだわ。やっぱキウイの方が圧倒的に楽だし、エネルギーもあるしうまいっていうね。一応まあキウイでやっていきたいなと思ってるとこです。最初みかんね、みかんとキウイって考えてたけど、でまあみかんははけたもんで、明日からはまたキウイでやっていこうと思ってます。朝はゴールデンキウイで作って、あとは自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトですね。でまあ途中でも話したけど、あの豆乳ヨーグルトの発酵時間を伸ばしたやつを作りたいなと思ってます。一回ねどっかでね、明日もしできたらそれやりたいな、仕込むだけだけど、ちょっとめんどくさいっていうか、まあ余力があったらやるってとこですね。でまだあのグリーンスムージー残ってるもんで、明日も同じような感じでやっていきます。ゴールデンキウイとヨーグルトとグリーン豆芽だね、明日は。まあそれでやっていこうかなと思っています。幽体離脱に関しては、まあ、即寝ちゃったね、今日は。なんか、異様に眠たくってね。眠気がひどくって寝ちゃったね、今日は。ちょっとだけやったけど、やっぱ、あの、ひらめいたやり方が、割と調子良さそうっていうか、多分、ここで道が開けそうかなって思ってるとこです。だけですね。そしたら、絶食897日目完了です。それでは、また明日。